マーストリヒト包囲戦は、フランス革命戦争中の1793年、フランシスコ・デ・ミランダ率いる、フランス革命政府軍によるマーストリヒトを占領するための戦闘。包囲は2月から3月初にかけて行われたが、フランス軍がアルデンホーフェンの戦いで敗れると、マーストリヒトの包囲は解かれた。1789年7月14日のバスティーユ襲撃により、フランス革命が、 パリで勃発した。マーストリヒト近くのリエージュでもリエージュ革命が8月に勃発しており、オーストリア領ネーデルラント全体でもブラバント革命が勃発した。1791年にマーストリヒトで行われたマイユボワ公爵の葬式。フランス革命により多くの難民がフランスを脱出した。その一部がフランス亡命軍に従軍した。 マーストリヒトに移住した者もいたが、その慣習が一般市民とは異なったためマーストリヒトで彼らの姿が見られることは少なかった。1792年、マーストリヒトにおける王党派と反革命派移民の数が最大になり、聖職者だけでも死五520人、死教5人がいた。彼らは主にフランスの能力圏から逃亡してきた。パリを支配したジロンド派は、 国民の目を内政問題からそらすために対外戦争を起こした。1792年4月20日、国民公会は開戦を議決した。7月、フランス革命軍は、リエージの革命はとともに、オーストリア領ネーデルラントに入り、同11月には、シャルル・フランソワ・デュムーリエが、ジュマップの戦いで勝利を飾った。これにより、オーストリア領ネーデルラント、 リエージュ司教領、ブラバント公国がフランスに占領された。1792年12月、ベネズエラ総督領出身のフランシスコ・デ・ミランダは、オーストリア領ゲルデルンのルールモントを占領、ルールモント司教は、フェンドーに逃亡した。フェンドーは、プロイセン王国による、要塞化でより長く抵抗することができると、考えられたが、 シントミヒールトリデが1793年2月12日に陥落、フランス軍はそこからフェンロー氏を攻撃した。オーストリア用ネーデルラント侵攻が成功を収めたため、フランスは自信を持ち、1793年2月1日にネーデルラント連邦共和国とグレートブリテン王国に宣戦線復刻した。オランダへの侵攻は二手に分かれて行われた。デュムーリエは、 沿岸部を進んでブレダまで進行、ミランダはマース川沿いに進んだ。次の標的はリエージュとオランダの共同統治地であるマーストリヒトだった。1793年2月6日、ミランダは軍勢1万5000でマーストリヒトを包囲した。残豪は21日から掘られ、3日後には10日間の砲撃が始まった。マーストリヒトの守備は 総督のフリードリ・ヒホンヘッセンカッセルルン率いる守備軍及びジャンテレーズ・ド・ボーモンド・ティシャン将軍率いる王答派のフランス貴族の派遣軍が担当した。オーストリア軍が1793年3月1日のアルデンホーフェンの戦いで勝利した後、オーストリア軍5万とプロイセン軍2万が突如マーストリヒトに現れ、不意をつかれたミランダは3月3日に包囲を解いた。 フランス軍は3月18日のネイル・インデンの戦いで再びオーストリアプロイセン連合軍に敗れ、フランス軍はオーストリア領ネーデルラントから追い出された。破壊を受けたマーストリヒト北西部。画像はマーストリヒトのマケットの複製品、原作は1750年、撮影は2010年。2月24日から3月2日にかけての激しい砲撃により、マーストリヒトでは 家屋841件が全壊化半壊し、修道院の一部も破壊された。マーストリヒト市役所は、北側が砲撃を受け、テオドール・エドモン・プルミエ作の煙突とトンマーズをバサリによる漆喰剤区が失われた。損害の大半は、マーストリヒト北西部に集中していた。包囲戦は、政治的には何ら影響を来たさなかった。 マーストリヒトは新生ローマ帝国内のリエージュ、司教領とネーデルラント連邦共和国の共同統治領のままだった。しかし、一年半後にジャンバティスト・クレベール将軍率いるフランス軍が舞い戻り、再び包囲されたマーストリヒトは6週間耐えた後、降伏した。マーストリヒトは、その後20年間、フランス領となった。フランシスコ・デ・ミランダは、デュムーリエと同じく、 一ヶ月後に反革命の疑いで逮捕されたが、釈放された。その後、彼は、ナポレオン戦争とイスパのアメリカ独立戦争で、大きな役割を果たし、特に、ベネズエラでは、国民的英雄として称えられた。フリードリ・ヒホン・ヘッセン・カッセルルンは出版物で、マーストリヒトの救世主と称賛され、1794年まで、マーストリヒト総督のままとなった。 第二次包囲戦の後、彼はドイツにある家族寮に戻った。ありがとうございます。